はい、プレーボールドーム野球人です。2月21日中日ロッテ練習試合レポートということでございまして、今日ね、中日とロッテの練習試合が行われました。まあロッテはまだねちょっと先ではあるんですが、中日はあさっての23日からオープン戦が始まるというところでございまして、まあ、それの前の最後の練習試合ということになっております。ではですね、まず両軍のオーダーから見ていきましょう。はい、では2月21日練習試合オーダー見ていきましょう。中日は1番ライト岡林、2番センター三好、3番指名打者にディッカーソン、4番レフト細川、5番サードカリステ、6番セカンド福永、7番キャッチャー木下、8番ファースト板山、9番ショート辻元、先発ピッチャーが梅津ということになっております。はい、まあ中日はですね、センターにこのキャンプ評価が上がっている三好が入って、で注目の二遊間争いっていうところ、今日はですねセカンド福永、ショート辻元という布陣でございます。まあやっぱね、福永に関してはなかなかこうこのキャンプセカンドに入るっていうところも少なかったんですが、まあまあここに来てそれを解禁してきたというところで注目でございます。でまあ先発の梅津もね、先発ローテ争いに入ってくるようにこうアピールしていきたいなというところでございますが、で一方ロッテは1番センター藤原、2番セカンド藤岡、3番指名打者高部、4番レフト山口、5番ファースト上田、6番サード中村、7番ライト愛斗、8番キャッチャー田村、9番ショート茶谷、そして先発が二木ということになっております。はい、まあ、ロッテに関してはですね、ルーキーの上田久斗が今日は5番ファーストで入っております。でね、現役ドラフトで加入してきた愛斗もいて、まあ、あとはね昨年怪我であまり出れていなかった高部、二木らもねスタメンということになっておりますので、まあ、彼らを中心に積極的にアピールしていきたいなというところでございますが、はい、では系統ですね見ていきましょう。中日は梅津、松平、斉藤、田島、4投手の系統で、ロッテがですね、二木、高野、菊池、大谷、土肥、5選手が投げております。でスコア見ていきますと、ロッテがですね2回に1点、まあただその後はね追加点なく1点止まりで、中日は2回、5回、7回、8回にね点を入れまして、計14点ということになっております。というわけで、まあ今日の試合はね中日の勝利ということになっております。まあこうかなり中日打線が爆発した試合というところでございましたが、ではそれぞれの打者成績っていうところも見ていきましょう。はい、ではですね打撃成績見ていきましょう。まずはロッテですね、1番に入った藤原選手は4打数の2安打、まあしっかりねマルチヒット打っております。まあまあやっぱセンター争いっていうところどうなるか分かんないのがねロッテでございます。まあそういった中でね、まあこうアピールっていうのがずっとついているんではないでしょうか。で今日2番に入った藤岡選手は1-0、フォアボール1つありましたが、まあ、早々に交代、池田選手がセカンドに入って2-0で、高部選手がね今日は指名打者で出場、セカンドゴロ3つでノーヒットで、岡選手がね今日は代打で入りましたが1-0で、山口選手が3打数のノーヒットで、平沢選手がね途中から入りましたがフォアボール1つで、ドラフト1位ルーキーの上田選手、彼がまあ4打数1安打、しっかりとね2回にヒットを放っております。で中村翔吾選手が3打数の1安打と、で途中から安田選手に交代、1打数のノーヒットで、現役ドラフトで入ってきた愛斗選手が3打数のノーヒットで、友杉選手が守備だけ出場、田村選手が3打数のノーヒット1三振、佐藤選手も守備だけ出場で、茶谷選手が3打数のノーヒット、小川選手がね最後ライトに守備だけついたということになっております。はい、というわけで、まあロッテはですね3発4安打ということになっておりまして、まあ、なかなかちょっとねアピールできた選手も少なかったのかなというふうに思います。まあでもその中で若手で言うと、まあ、上田、藤原あたりがヒット出ていたっていうところはありましたので、まあここはね収穫かな。で続いて中日ですね見ていきましょう。はい、じゃあ中日ですね見ていきましょう。1番に入ったのが岡林、3打数の1安打、しっかりね出塁しております。まあエラー絡みもねありまして、今日はね3回塁に出たっていうところはあったんですが、まあ途中で鵜飼選手に交代で、その鵜飼選手が2打数の2安打、1ホーマーということになっております。まあしっかりとこう7回にホームランを放ちまして、好調を維持している鵜飼選手、まあねこう開幕レフトっていうところ、まあ大島選手がいるとはいえですね、ここまでしっかりアピールできているっていうところでございますんで、まあまあこのままいけばね狙える位置にはつけてくるんではないでしょうか。で三好選手が今日はね外野3ポジションこなしております。5打数の1安打で、ディッカーソンですね、今日は指名打者で出場、3打数の1安打、1打点、まあ、センターフライ、センターフライ、でヒットっていうところでございますので、まあ、順調に調整はできているよねと。で、育成の小田選手が1打数の1安打、フォアボール1つ、まあ、今日もね、彼が
結果残しております。まあ2打席あって2出塁育成っていう立場ではございますが、まあ本当ね、いいアピールができているんではないでしょうか。で、細川選手がね、今日は3打数のノーヒット1三振、後藤選手が途中からライトに入って1-1、で石橋選手が1打数のノーヒット、カリステが1打数のノーヒット1四球で、山本選手が1打数のノーヒットで、村松選手に代わって彼も2打数の2安打2打点、まあ、しっかりと二遊間の争いでアピールしております。で、今日は福永選手が二塁、そしてまあ三塁に入りました。2打数の1安打2打点2四球ということで、まあ、打撃でアピールできておりました。まあ、犠牲フライもね、打っていたっていうところもありましたし、で守備でもね、いいプレーっていうのが出ておりました。まあ、やっぱね、サードファーストの起用が多かった福永選手、まあ、セカンドでも使っていくっていうね、可能性は全然ありますんで、そういう中でいいアピールにはなっていたんではないでしょうか。で、木下選手は 1-0、宇佐美選手が3打数の1安打、加藤選手が 1-1、で板山選手が今日はファーストで入って2打数のノーヒット、で途中で石垣選手に代わって 1-1、1打点、で辻本選手が5打数の2安打、2打点、1三振、で守備でもね、非常にいいプレーっていうのが出ておりましたから、まあまあ本当ね、さすがですよね。というわけで、まあ中日打線ね、計15安打の猛攻ということになっております。まあまあ本当に、打ちに打ちまくったというところでございましたが、まあこう、ほかほかの状態で、オープン戦にというところではないでしょうか。はい、ではね、続いてピッチャーも見ていきましょう。はい、ではですね、ピッチャー見ていきましょう。まあ、まずは中日ピッチャーですね。先発が梅津選手、3イニングで打者13人、被安打3打三振、1フォアボール、1失点、1打席1というピッチングでございます。はい、なので今日先発した梅津、点は取られてしまいましたが、悪くはなかったんではないでしょうか。まあやっぱね、中日先発ローテ争いっていうところ、まあ、根尾もね、この間いいピッチングしておりましたし、まあ、梅津もね、順調に調整できているというところでございます。まあ、こうなってくると、まあ、誰がね、入れないのかというところにもなってきますが、まあ、とりあえずは今日は良かったんではないでしょうか。で、それで言うとですね、松木平が4イニングで打者13人、被安打1奪三振1、失点0と、今日ね、4イニング投げて、打者13人相手に、打者ランナーはヒットの1人、まあ、0点でビシッとね、抑えてくれております。まあ、育成っていう立場ではありますが、アピールがついております。球速っていうのもね、しっかり速くなっているっていうところはありますし、まあやっぱこう三振がね、あんまり取れないっていうところは課題でもあるんですが、まあでもね、フォアボール出さなかったっていうところも非常に評価されるポイントかなというふうに思いますし、まあ今日はかなりのアピールになったんではないでしょうか。でその後は斉藤選手が1イニング打者3人、被安打0打三振1失点0と、まあさすが1回完全投球でございます。で最後田島選手が1イニングで打者4人、被安打0奪三振1、フォアボールは1つ出しましたが失点0ということになっております。で続いてロッテですね、二木選手が投げております。3イニングで打者11人、被安打2奪三振0失点1打席1ということになっております。はい、まあ二木選手に関してはですね、去年やっぱこう怪我で投げられなかったっていうところもありましたし、まあ今シーズンしっかりと復活のシーズンにしたいというところはあるのかな。まあただね、この前のヤクルト戦であまり良くなかったっていうところはありまして、まあ次どうなるかなっていうところであったんですが、今日はまあ3回1点。まずまずではあったのかなというふうに思います。まあでもね、三振がまだ取れていないっていうところもあるんで、やっぱまだこう本調子ではないのかなっていうのはね、感じましたが、まあ開幕までにね、もう1段階2段階くらい上げてほしいなというところではありますし、まあ彼がしっかりローテに入ってくればね、やっぱロッテも、まあかなり楽に戦えるんじゃないかなというふうには思いますんで、楽しみですよね。はい。で続いて、高野選手が投げまして、3イニングで打者15人、被安打3、打三振1、フォアボール2、失点3、ぜき2というピッチングでございます。はい。まあ、ちょっとね、今日高野選手、まあ、点は取られてしまいましたね。まあ、エラーもね、絡んでっていうところではあったんですが、よくはなかったのかなと。で、菊池選手ですよね。彼がまあ、ちょっと今日、炎上してしまいまして、0.2 イニング投げて、打者12、被安打6、フォアボール1、失点7ということになっております。はい。まあまあ、ちょっとね、菊池選手、今日は良くなかったです。まあでもね、前回 DeNA 戦では1回無失点、15日のヤクルト戦ではね、2回無失点というところであったんで、まあ、ずっとね状態悪いっていうわけではなかったんで、まあ、今日ちょっとね燃えてしまったんですが、まあ、次回以降期待ですよね。でドラ2の大谷選手がね、菊池選手の後を受けて 0.1 イニング打者2人、ヒットを打たれてしまいましたが、まあ自分のねランナーは返さずということになっております。で最後土木選手が1イニング打者7人、被安打3打三振1失点3逆転1ということになっております。はい、ということでまあ以上ピッチャー野手ともにね見ていきました。最後ねネットでの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。辻元の方はロマン、鵜飼のホームランもロマン、しかし辻元は特にすごいねということで、
まあね、今日は本当中日の野手が非常に目立っていたのかなというふうに思います。でまあいろんな選手がね活躍していたっていうところはあったんですが、その中でもねやはりこう鵜飼選手がしっかりと好調を維持してホームランを打ってくれていたっていうところと、あとはですねやはり辻元選手ではないでしょうか。まあまあ打ってもねしっかりアピールが続いておりますし、まあ、さらになんといっても守備ですよね。ここがやっぱレベルが高いなというところをね改めて証明しているのかなというふうに思います。まあやっぱドラフトからね評価は高かったです。大学3年生の時からもうすでにジャパンにも入っておりましたし、まあ去年のね大学生の中ではナンバーワンショートというところが言われておりました。まあなんでドラフト3位、まあしかもケツの方で指名できたっていうところはいい指名だったよねっていうところはあったんですよね。まあただその前にね津田選手を取っていたっていうところで、まあそれでねちょっとこう全体通して良くないんじゃないかっていうところが言われていたんですが、まあただやっぱね辻元選手自体はめちゃくちゃいい選手っていうところは間違いないですし、それをねまあ本当アピールしてくれているのかなというふうに思います。こうショート争いっていうところ、まあ誰が入ってくるかっていうのは当然わかんないんですけど、まあまあやっぱね、まあ当然のように候補には入ってくるのかなというふうに思いますし、まあ普通にね開幕スタメン辻元でも何ら今の段階ではおかしくはないのかなというふうに思います。まあそのくらいやっぱ守備はうまいですし、打撃もねいいアピールがついているっていうところでございますから、まあまあ本当ねここからオープン戦に入りますが、この状態っていうところ維持してほしいというふうに感じますが、でこちら見ていきましょう。上田と藤原はいい感じだったけど、同じくドラ1の菊池は良くなかったねということで、はい。でまあ一方ロッテなんですが、まあドラフト1位のね上田選手、まあまあしっかりとね今日もヒットが1本出ましたし、状態はいいのかなというふうに思います。高速戦力級のね力があるってことは間違いないので、ここはさすがですし、であとはまあ藤原選手もしっかりと結果出しております。まあただ一方で同じくドラフト1位の菊池選手、まあ彼がちょっと今日ねよくはありませんでした。まあ最後ねエラーもあってっていうところで3アウト目取れなかったんですが、まあ今日はちょっとね打たれてしまいました。まあこの辺はちょっとね残念だったかなっていうふうに思うんですが、でもこれまではいいピッチングがね続いていたっていうところもありましたし、まあ今日だけでねこう何も変わることはないのかなというふうに思いますんで、まあまたね次につなげてほしいなというふうに思いますし、やはりまあ上田、藤原、まあそしてねこの菊池で、あとはまあ同じくドラ1の鈴木も状態いいっていうところはねありますんで、まあやっぱ今年のロッテドラフト1位の選手がしっかりと活躍してくれればね優勝っていうところも近づいてくるんじゃないかなというふうには思いますんで、まあちょっと今後のね実践というところで挽回してほしいなっていうふうには感じますが、はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。